なかなか続かない人とかもいると思うんですけれども、うんうん、その辺ってどうだったんですか、ゆかちゃんの場合。でも人生生きてるといろんなことがあるじゃないですか、うん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 、それだけじゃなくて他のとこもあるから、うんうん、その時々になんか自分に戻る、うん、あなんか現実にさ、ね、うんうん、なんか翻弄されすぎている時こそ、うん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 、なんていうのかな、本来の自分じゃない気がしてるのね。で巻き込まれちゃって、うんうんうん、視点も狭くなり低くなり、うんうんうん、ここでなんかごちょごちょしてるんだけど、うんうんうん、なんかいろんなことがある中で、うんうんうん、なんか自分にとってマイナスなことかもしれないけど、うん、そういうのって全部全部気づきでね、うん、学びでできてると思うから、うんうん、その時に私は立ち返るっていうことがなんかできるきっかけがあるのね。あー、なるほどね、うん、でその自分に立ち返った時に多分そっちが本来の自分なんだけど、うん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 、自分に立ち返ってちょっと俯瞰して見てるとか、うんうんうん、視点を長くして見てるっていう視野を広くして見ると、うんうんうん、なんかああこんなとこで怒ってもとか、うん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 、それを次元を変えるっていうのかもしれないけど、あ、なるほどね、子供のことにずっと忘れちゃうんだけど、うんうんうん、イライラしてわーってなってる時に、うんうんうん、ふって帰ると気づくよね、うんうん、私はそうしてるんだけど、まあ、ちょっと一歩俯瞰した上から見るというか、見るともう一回自分に戻れるというか、うん、逆に言うとそこに入り込んでる時っていうのは思いにくい、うん、思いにくいですよね。それ振り回されちゃうというか、うん、そう、問題も解決できないんだけど、うん、ちょっと視点を変えるとあ問題じゃなかったかもみたいなのに解決できる方法を私は使ってるんだけど、ケイちゃんはどういうこと使ってますか。どういう時に、どういう時に、どういう風に、そうそう、どういう風に、うん、なんていうの、大切なことを忘れて、あ、なるほど ね、うん、やってる時、まあ、でもゆかちゃんが言ってくれたように、まあ、僕はもう今相当そういう風に見る癖がつく訓練じゃないけど、うん、やっぱりそれずっとやってきたので、まあ、だいぶ見れもう自然にできるようになってきてるっていうのはあるんですけど、うんうんうん、でもどうやってじゃあつけれるようになったかっていうと、やっぱり要所要所で、だからゆかちゃんもそうだと思うんだけど、何か物事が起きた時にその物事のせいにしたりとか、うん、それで自分が不幸なんだとか、もう最悪だってそこで終わらしちゃえばそこで終わるかもしれないんだけど、うん、多分そうじゃないと、なんでこういうことが起きるんだろうとか、うんうん、やっぱり自分ずれてたかもしれないなとか、うんうん、例えば今日でも一旦停止しずに警察に捕まって7000円の切符を切られたんですけども、うんうん、そういう時になんでこのタイミングで、まあもちろん一旦停止しなかった僕がダメなんですけど、うん、そのなんでこのタイミングで捕まるのかな、うんうんうん、これどういうことなのかなとかっていうのは結構それこそ俯瞰ですよね、うんうんうん、客観的に見てちょっと急ぎすぎてるのかなとか、うん、もうちょっとなんか忙しすぎるのかなとか、うんうん、ちょっとゆっくりでもいいのかなとか、なんかそういう癖は、工夫に物事を見る癖はもう今完全についちゃってるんですよね、うん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 、だからあんまりその出来事に引っ張られにくくなってるというか、例えば何か普通の人だったら問題とか悩みと思うようなこともそういう風に見る癖が結構つけれるの で、うん、やっぱりできない人っていうのはその問題に巻き込まれ自ら巻き込まれにいく、うんうん、そうだね、うん、そうするとなんだろう、まあ大体不平不満になるか、要は人を悪者にするか、うん、もしくは自分を攻撃するか、うん、どっちかしかないよね。なんでやっぱり私はって自分を攻撃しちゃうタイプの人と、うん、人を、あの人が悪いってね、いつも出来事とか、うん、人とか他人のせいにして、ね、文句言ってる人と、うん、いつも自分を責めてる人、うんうん、のどっちかになりやすい。疲れちゃうよね、気持ちも感情もさ、すごく波打ってさ、うん、すごく疲れちゃうから、うんうん、このなんか感情の起伏だったりとか、うん、なんかね、うん、マイナスな思考じゃないけど感情っていうのが、うんうんうん、結局疲れになってきたとか、ね、落ち込んだったりとかするから、うんうんうん、なんかそのいい考え方の癖っていうのがつけれると楽だよね、なんか全てが ね、だからお母さんがやっぱり笑顔になると、うん、本当に社会も明るくなるし、うんうんうん、まあ、子供にとってもお母さんが幸せであることってすごく僕は大事なんじゃないかな、うんうん、でお母さんはどっちかっていうと子供に幸せになってほしいっていう思いは多分多くの、ね、お母さん持ってると思うんだけど、うん、
子供が幸せにするために自分がイライラしてるみたいな、うんうんうん、そう自分をないがしろにしちゃうかもしれないよね。なんか日本のお母さんってすごいそんな感じがする、うんうんうん、で確かにそのね物がない時代っていうのはそういうことも必要だったかもしれないけど、うん、多分これからの時代って、うん、お母さん、まあ、お父さんもそうだと思うんだけど、うん、やっぱり自らこう笑顔で幸せでいるっていう姿をちゃんと子供たちに見せてあげることってすごく大事なんじゃないかなって、大事だと思う、うん、そうすると実は子供ってあんまり言ったことってそんなにねあんまり意味がない、意味がないって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけど、だいたいわかるじゃないですか、うん。あなたのために言ってるのよって言っても、ただ、今機嫌が悪いだけなんだなとか、なんか自分の思い通りにしようとしてるんだなとか、うんうん、だけどやっぱり子供って親の姿を見て育つというかね、うん、そこって、その時はわかんなくても、自分が親になった時に気づいたりとか、うん、後でわかったりとか、うん、だからお母さんとかお父さんって本当に自分のことを大切にしてほしいなと思うし、うん自分がまず先に笑顔になってほしいって許可出してあげてほしいし、うん、あとは、いろんなことにこだわるんだけど実は子供って僕の経験から言うと思い通りにならないんですよね。ならない、ならない、ならない。その期待も捨てた方がいいですね。そう期待捨てた方がいい、まあ、夫婦もそうだよね、うん、捨てた方がいい、うん、捨てたっていうか手放した方がいいよね、うん、そうだね、うん、まあ人間関係は全部思い通りにならないんだけれども、うん、ただ例えば上司と部下の関係とかだと、うん、やっぱり怖くなれば一瞬言うことを聞かせたような気持ちにはなるじゃないですか、うん、コントロールできるような気にはなるんだけど、うん、本質的には変わってないですか、うんうん、表面的に力で抑えることはできても本質的には変わらないし、うん、結局なんか多分これみんな親が言うことだと思うんだけど、うん、ちっちゃい頃はもっとああしなきゃこうしなきゃああしなきゃってすごく思ってたけど大人になってみる、もう子供が大きくなっていくと、うん、まあ大体自立していくじゃないですか、うん、したら何を私心配してたんだろうって結構思うんだよね。うん、例えば不登校のお母さんとかこう最近会った人でもなんかそういう話をしてた時に、うん、そのやっぱり学校行けないことにですごく悩んだし、うん、心配して何とかして学校行かせなきゃ行かせなきゃって思ってたんだけど今幸せそうにもうある時から学校行けるようになって、うん結婚して子供がね、うん、そしたらなんで私あの時もっとあの子のこと信じてあげれなかったんだろうとかね、うん、思う人ってすごく多いんですよね、うんうん、そうだよね、うん、だからその未来をもし例えば10年後とか20年後にその子がすごく幸せになってすごく良くなってる未来を知ってたとしたら多分そんなに心配にならないはずなんですよね、うん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 、それが知らないから見たことがないから怖いよね、うん、怖いね、うん、もうでも信じるしかないんだけど ね、うんうん、でも多分大体なんとかなるからね、なんとかなる、うん、で人も子供も変えることができないから、うん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 、そこの一番のポイントは自分がご機嫌でいるってことだと思う、うんうんうん、さっきもけんちゃん言ったけど、ね、ママが幸せでいる姿を見せるっていうのがすごい大事って言ったけど、うんうんうん、私もそれすごい思ってて、うん、心配を未来を心配したら未来は心配なことが起きるだろうし、うんうんうん、でも未来が大丈夫だって思って、うんうんうん、まあ思えなかったとしても、うん、今日をご機嫌にする、ママももちろん子供がとっても大事だと思うけど、うんうんうん、自分の中にもちっちゃい子供がいるって私は表現するのね、その子も大事にしてあげないとバランスが崩れて、うんうんうんね、自分のイライラが変な風に期待になったりとかしちゃうから、うん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 、もうなんていうのかな、自分の中のちっちゃい自分も子供の一人として、うん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 、2人子供がいる人は3人だと思って、うん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 、自分も、まあ、インナーチャイルドみたいなイメージだよね、そうそうそう、うん、自分の中のちっちゃい頃の自分だよ ね、 ね、うん、それも、うん、子供と同じぐらい大事にしてあげる、うんうん、でめっちゃ笑顔 で、うん、ハッピーにする、
ご機嫌を自分で取るみたいなことをしていくと、今日が幸せだったら明日も幸せになるし、自分が出す波動が現実を作るから、もうそれだけに集中してたらいいんじゃないかなと思ってて、なるほど、そうだからね、まあ、ね難しいことだけど、別に完璧にできなくても人間だからよくて、全然いいんだよね、そういうことにしてみようかなとか、そういう生き方したいなって思うだけでスイッチ入るよね、もう完璧じゃない自分も OK にして、何でもいいよみたいな、こんな私でももう100点みたいな風にちょっと自分で思えるように、最初はねトレーニングがいるかもしれないけど、ご機嫌でいるで、いろんな問題も特に子育てはさ、正解がないと思ってるんで、そうだね、僕もすごくそれはもうやり方にはね、そうで、みんなすごい正解を探す旅に出ちゃうんだけど、結局見つからなくて迷路に入っちゃうから、正解はないんだよって、子供の数だけ多分違うしね、答えはお互いが笑顔になれるとこじゃないみたいなところで話をしたりするんだけどね、なるほど、まあ、ゆかちゃんとは昔2年ぐらい前に1回コラボセミナーをしましたね、させてもらってね、子育てのお母さん向けでしたっけ、何のテーマだっけ、何のテーマ、不安からではなくて愛からのなんちゃらだね、なんかどういうテーマだったかちょっと忘れちゃったけど、一回させてもらってね、で、あの、まあ、ゆかちゃんはあの池川明先生ともつながりがあるというか、面識があって、なんか会いに行って、あの産婦人科の先生で、ちょっと変わった先生というか面白い先生がいまして、まあ、本もいっぱい出してるんですけれども、なんかある時、子供がお母さんのお腹の中にいる時の記憶を持ってる子供がいて、それにびっくりして、それをなんか看護師さんに話したら、いや、あの意外といますよみたいな話を聞いて、びっくりして、あ、じゃあそういう子の話を聞いてみたいって言って、そういう子にあのそういう体内記憶とか、あと中間性の記憶っていう、その、いわゆるまだ体にお母さんの体に入る前、お空のにいる時の記憶を持ってる子供っていうのが意外と多いことに気づいて、3割ぐらいです、多分増えてるようなイメージありますよね、多分もう増えてるでしょうね、持ってますか、私はですか、生まれる前とかお母さんのお腹の中の記憶、私は完全には忘れてますけど、でも今こういう話とか、そういう知り合いとか、こういうなんか赤ちゃんの仕事してるとすごい直感が磨かれるんですよね、なるほどね、だからふと何かの時にこの人会ったことがあるって思ったり、それは赤ちゃんに対しても、あ、思います。思います。とか、それレベルが一緒だからとかじゃなくて。それもある。波動一緒だから。まあでも、ピュアな波動が一緒だからね。あ、ピュアな波動がね。でも確かに、赤ちゃんって面白いですよね。あの、まあもし魂というものがあって、輪廻転生を繰り返してるとしたら、まあそれが本当にあるかどうかわかんない。まあ僕はあると思ってるんだけど、一番こう、まだその魂のピュアな状態に近い状態ですもんね、なんか人間と魂のちょっと中間じゃないけれども、そう、私ね、ここは完璧な姿だと思っていて、大人になるにつれてさ、あのエゴだったりとか、こう重しやの鎧をつけていくんだと思う、そうだよね、だから見本というか、嫌だったらすごい嫌だもんね、あえてなんかはっきり自由に動いたり、はっきり言ったりする姿が、私はもう本当に眩しくてしょうがなくて、でそれでなんか困るんですってやっぱりなんか言ったりする方もいるんだけど、いや、こんなにね自分の気持ちを素直に出せるなんて、なんか逆にすごいよねみたいな、私は思っちゃうんだよね、でなんかこう悩みに照る人は一個一個手放すことがのピュアななんか魂に戻っていくようなイメージがあるね、だからおぎゃーって生まれた時はどっちかというとピュアな感じで、でなんで赤ちゃんがピュアかっていうと、まだ思考が発達してないんですよね、そうだね、だから感情しかない。